さんこんにちは、ワイテルズの中村です。ブルークです。チャガです。キンドキスマルスキラーネ。はい、ということで今回の企画はエンドラリレー、リベンジリベンジリベンジ。何回目だよ、エンドラリレー。ラストチャンスだ、ラストサムライ。エンドラの顔も3回リベンジ。3回目だ。4回目だ。アニメ3回目みたいな感じ。まあ今回もちょっとルールを変えてということなんですけども、はい、何が変わったんですか、スマイルさん。変わったっていうか、まあ、そもそもいろいろね、サポートが、まず座標を使って ESF さんで、一人制限時間30分なんですよ。いや、そこだよ、そこだよ、ね。変わったの、そこだけ。今まで20分でやったんだけど、3時間ってことでしょ。やばすぎ。合計2時間から合計3時間。余裕っしょ。え、余裕やん。で、しかも時間は見ていいし、インベントリも完全引き継ぎです。今回も、あれ、レザー遺跡も場所も調べていい。もはやリレーにしてる意味あるんかっていうレベルで。簡単なわけですけど。まあ、ラストチャンスだから、ここでクリアして。次ね、4人目ぐらいで終わる可能性あるもんね。確かに。中部あたりで。俺じゃん。4人目、がっつり俺じゃん。え、俺、やんない可能性あるの。やんない可能性ある。2周目、そしたら2周目でしょ。それか、エンドシップ探し始まるよ。ウィザージェットいう、ウィザーあ、やっていいんだ。そこは任せられる。自由は。その辺は、じゃあ俺らがどこまでサバイバル果てさせるかっていうのは、そうっすね。あ、なるほど。OK、OK。それが楽しみですね。甘いこと言ってるけどね。何するか分かんなくて絶望するかもしれないから、はい、順番はどうなったのさ、順番は。決まってますね。あ、並ぶ。順番、並ぶか。左から、はい、左から。キン、スマイル、キリアン、ナカム、ブルック、シャー君ということで。はい、なるほど。はい。はい、はい、まあ、こういう順番ですね。じゃあ、早速やっていこうかも。はい、頼んだ、ね、ここらで。頼んだわ。頼むよ、本当に。頼んだよ。30分一人でできるってめっちゃ進むかもしれない。ね、ね、めっちゃ進む。レサーは言ってよ。圧しかかけないじゃん。ってよ、じゃあ、いきますか。お願いします。はい、よろしく。はい。ほな、また、ここでいいかな。じゃあ、エンドラリレー。3、2、1、スタート!レッツゴー!さあ、ということで始まりましたね、エンドラリレー。また始まってしまったんですよ。何回目なんだよっていうね。さて、まあ、トップバッターは私なんですけれども、まあ、やったことないとはいえね、結構ね、一番手はやることは決まっていて、そこまでなんかね、まあ、やることはいっぱいあるんだけれども、まあ、難しいことはそこまでないんでね。まあまあまあ、しっかりやっていけば大丈夫じゃないですかね。さあ、慣れた手つきで基本ツールを作っていく。でね、ちょっとリスチが高台なんですよね。まあ、なんで、どうしようかな。まあ、ホルダーは低く、ちょっと低めからね、掘りたいんだけれども、いやー、にしてもだな、何もなさそうだな。この辺はね、確かリスチなんですよ。30分だろう。結構時間あるからね、まあ、目標としては、まあ、ネザーはもちろん行きたいし、要塞まで行けたら結構いいよね。かなりいいよね、っていうかね。で、まあ、下掘ったらね、結局なんか、ネザーゲートバグやらなんやらでね、結局リスチが分かんなくなっちゃう問題があるんで、とりあえず高い塔を立てて、まあ自分がどこにいるかとか、把握しやすいようにして、で、一応ね、あたりも見合わせる感じにしましょうか、ね。ちょっと高い塔を作って。この辺じゃない。あ、全然違う。ああ、結構遠くね。あれ、俺違いやまで持ってた。あっちか。結構遠いな。やべえとこに作っちゃったかな、俺。あ、俺逆のとこ作っちゃったね、これね。やっちゃったね、これね。リスチからだいぶ離れてしまった。まあまあまあいいでしょう。さて。まあ、しゃあねえから掘るか。ネザーに行けとね、軽く落とされてしまったので。行きたいんですけど、それは俺も行きたいんだけどさ。なんせ難しいと。で、バケツ作って水バケツをゲットしてって感じなんだけど、これでいい感じに地上に持って水バケツもらってって感じですね。めっちゃ忍び寄ってくる声がするけど、 OK、 大丈夫、鉄ができてるだろう。はい、行きます。はい、バケツ作りまして、早い段階で水を確保と。食料問題もあるなぁ。結構やることが山積みですなぁ、俺は。OK。水ゲット。そこにも石炭。わかりにくいとこ落ちたな。しゃあなし。あ、木はいっぱい、木はね、いっぱい掘って損はないでしょう。この時間は絶対無駄じゃないはずだ。可能性は無限大ですね。とりあえず掘っていくか。あんまりね、近くで行くと、
ゲートバグとか、ネザーでね、あんまりいい場所引けなかったりするからね、できれば地上がいいんだけど、しゃあないかな。めっちゃ洞窟と繋がってるな。溶岩の音はしませんね。鉄はありがたい。鉄ありがたいな。結構、これフル装備、今まではいけないけど、わあ、でかいでかいでかい。ありがたいありがたい。これはでかいぞ。フル装備とまではいかずとも、結構いい段階まで。金装備とかもね、作んなきゃいけないから、結局ね。まあ、いいパスができそうだな。ネザー上げとかデッキさえすれば、溶岩源が見つかればの話なんだけど。ないかな、もう10分経過か。困りましたね。座標使ってみようか。あ、なんか、溶岩源っぽいのある。よし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 。ただな。やだな。ここ、降り立つか。オッケー。さあ、マグマ源結構いいぞ。ただ、怖っ。これ。安全に。かなり安全プレイだな。さあ、来たはいいが、さあ、もう作れるな。作っちまうか。素質なんだよね。ここから、こうと、こうして、さあ、ネザーゲートをサクサク作っていきたいが、ちょっと作り方があやふやなんで、こうかな。やばい。やばすぎる。やめて。困るな。困るんだよな、そういうことされると。オッケー。とりあえずこれで完成はしたけど、敵が多すぎるな。とりあえずあと砂利と鉄で、いろいろと作りたいっすね。どうしよう。やばい、思考できない。これか。まだ足りないよね。せっかくだからもう作っちゃうか。今15分でしょ？今半分。全然ネザーいけるよ、これ。あった。チャリやったんで、火打ちし出して、出たね。オッケー。オッケー、ネザーに行けるな。行けるから、ちょっと、試しに行ってみる作戦は全然ありだね。で、まあ一旦この辺全部入れちゃって。で、火打ち石と、鉄一個持って、まあ作るなら足だよね。ってことで、火打ち石作って、OK。はい、待つ。さあ行ってみよう。これで一回死んで、まあ、地上に戻っていきましょうかね。まあ、いいのはもう、一番いいのは、あ、やってんねん俺。下作ってねえわ。たら、あと床が、あれなんで、持っちゃってもあらかじめ、こうして、ほい。ほいと。はい、オッケー。で、チェストに全部物入れて、突撃じゃー。よし、蜘蛛の一個と、丸石一つで突撃しまーす。さあ、ヨガモリ来い。はい、最悪バイオーム来ました。マジでさあ、これやられると無理なんだって。まあ、なんか変なとこ、なんか全然地下とかじゃないから、まだそこはいいけど。これはちょっとね、世間を許してやかやせんよね、これはね。とりあえずこっちまっすぐ進んでみるか。やばすぎ。とりあえず進むことが大事。こっち方面に何もなければ、ずらかりましょう。アデスルーラですね。パッと見すぎるな。いやー、これ、広がってるぞー、これ。これまた広がってるね、これ。なさそう。こっちは進んでもなさそう。ないねー。こっちは海だ。しゃ来世希望託す。で、ここに来るんだけど、あの塔実は嘘なんですよね。ということで、ちょっと鉄ピッケル、あるね。ということで、鉄系、縦。で、まあいいかな。結構装備は充実なんじゃないですか。
で、鉄ピーゲットしたんで、金鉱石もしちゃいましょう。でもそこ、これ燃やさないといけないのか。結構だるいな。食料を買ってくる上で、これ焼いてる間。それはあり。あと8分。いたっけな。で、ここに、ここ、こっちですよと。こっち間違いなんですよと。いうことが伝わればいいが。これで大丈夫だろ。これで、わからず屋さんでも大丈夫でしょ。さあ、動物を借りたいが、制限っぽいものはあるんだよね。だから、ワンチャン村とかないかなーって感じで。いや、なさそう。動物いねー。あ、最初の犠牲者。サンキュー、サンキュー、サンキュー。平原にいっぱいいんだろ。どうせ。豚豚豚。違うし。うわ、こっちでもいいな。ここ見つけられたらよかったな。この溶岩だまり。食料問題はなんとか。ほら、痛すぎ。なんでお前、お前、なんで俺が燃えてんだよ。お前が燃えろよ。ウェイ。あれ、消えたな、これ。今。消えちゃったな。オッケー、帰りましょう。意外と時間があんまりないな。まあ、食料を結構集めたし、27分は3分か。ちょっと思ったよりではあったな。この辺の取り合いって、終わりかな。おい。おら、おら。おー、入んなよ、マジでさ。知恵つけんな。ここを、まあ、わかりやすくしとくか。さて、ここまではよくて、あとはもう飯食わなくていいかな、俺。もうわかりやすくしとくか。もう、わかりやすくさせとこう。もう行かなくていいよ、どっちなっていうね。これも、なくていいんで、まあ、下げるもの、下げるもの。うん。して、できてるんで、どうしよっかなぁ。足作るか。ネザー送りにしてやるよ。どっから来てんだ待って。ここ待機で。まあ、あとは頼んだって感じだな。終了です。はい。止まりましたけど。では、ワールドに入りたいと思います。入ってください。入りました。では、TP をします。はい、どうぞ。OK。バイバイになります。よし、OK。佐藤。まず、金時は、装備を。作ってくれましたね。でネザーゲートもできて、なぜかまあネザーに行く手前で受け渡してくれました。飛び回ります。え行こうか、行こう。 OK、 さあ来ました。座標はマイナス656,348で座標を見ます。まあまあ遠いが、ちょっと待って、これね、ちょっと一回帰るわ。石が足りない。一回作っていこう。もっと時間はね、あるから、ゆっくり行こう。まあ、順調だね、まあ。まあ、別になんか、20分の時と身長がそんな変わらないが、まあ、順調なので、この調子で行こうかな。俺的にはもう、エンダーパールまで集めたいが、このね、ダジャンは確実に、ここに帰ってこれるように、十分用心しながら、やった方がいいんだよね。目印は多めに置くわ。肉もまあ、あるし。まあ、食料、まあ、大丈夫。おう。ゲートを。で、座標がマイナス656,348。これね、すごいとこにあるから、こっちだね。うん。松明も。ん？え？どういうこと？確かに、久々にこのネザーのこの、さら地でのゲートですからね。いや、にしても、これは。え？めっちゃ近いのあるやん。え、これでいいじゃん。え、これじゃん。これで、これで。これいいのかな？これいいよね。めっちゃ近いのあるじゃん。なるほど。近い寄せがあったと。40-147。で、こっち方面に進もう。一回、147に行こう。40-147だよね。近くね。さっきの600とか全然遠いじゃん。これはもうクリアしたんじゃない？誰かが見せるんだけどね。もう45、これでいいわ。非常に出よう。これで稼げるんじゃない？
絶対に帰れるように。帰れるよね。帰れるよね、これ。絶対帰れる。うん。絶対に帰れる。これ出たいな、これ。距離を稼ぐかな。え、もうすぐ10分も経つね。おっと？これは、あった。うわ、怖っ。なにこれ。あれか。オッケー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 。帰れますかこれ。帰りますね。はい。ここですよ、と。二人目だからね、まだ。こっからは、まあ、シンクの森でも、シンクの森でね、歪んだ森でも何でも勝手に見つけてくださいって感じなんだけど。上陸。オッケーオッケーオッケー。で、侵入と。入ってる前に14分なんだけど。ここで侵入で合ってんのか、これ。オッケー、侵入できそうから。わかるよね、これ。だはい、来た来た来た。さあ、早く奥に行くんだ。うん、ここにはないから。塞いでね。そこも塞いちゃって。で、まっすぐ行こう。いいよ。さあ、うわ、すごいな、これ。上もね、実は別に何もないんで、チェストぐらいしかないんで、スルーでいいんですね、これね。まあ、行くよね。行きたくなっちゃうよね。囲うのむずいぞ、それ。難しいことしてるよ、それ。おぉ。ただ奥にあるんですね、まだ。あ、いいですね。さあ、進め。少年進め。ああ、まあ、何が出てほしいとか、ないよね。蔵ばっかですね。欲しいものもない。さあ、行こう。そこには何もない。そこは君が来たとこだ。こっから来たのね、俺。ということが分かりましたね。まあまあ、いいでしょう。なんか変な感じ。あ、岩の森あんじゃん。岩の森はあるが、ブリーズスポナーがない。そう、あっと、歪んだ森があるぞ。ここでスマイルが見つけるわけですね。これはでかい。さあ、これ行く、これ行く、これ行くんじゃん。って言ってますね、これはね。歪んだ森から行ってもいいかもね。で、今、要塞の尺で買っちゃって、あ、で、これあと、ブレイズロットかっていうことが分かれば、結構楽なんで、回はなんもないかな。あ、でもこっち行けば、湯が森かつ、ここで狩ればもうめっちゃ、めっちゃいいじゃん。これ一石二鳥じゃねここ。ここめっちゃいいじゃん。いや、スポナーねえな。あったよ、スポナー。はいはい。ここに来ても敵はスポナーだからね。グレイトロット。ただそれだけ。歪んだ森もある。最強。待て待て待て。これは違う。痛い。え、ロット？あ、来た。まあ、これでもう、一気に湧くな。まあ、あとはもうこれをやるだけか。あ、やべやべ。マジか。意外と強いな、エイジ君。しっかり、ガードすればいいんだよ。痛くない？なんか。8本。もう十分か？え。わかんないけど、まあいいや、基本、オッケー。オッケー。もうこんなとことは、さらはしたいが、歪んだ森があるから、用意周到に行こうと思ってても意外と釣れるもんなんだよね。ここでね、次の方にはぜひ、エンダーパールを集めてほしい。残り6分。じゃ、一回、道整地して戻ってくる。ここで行き渡す。食料がちょっと、心もとないけど、最悪帰ってこれるから大丈夫かな。逆に考えてほしいね、これ。逆に、この矢印の角の方に行けば、いや、歪んだ森で返した方がいいか、これ。で、帰れるもんね、これ。いや、残り5分あるから。行って、こうして、こうして、帰ってくると。こうして、はい、ここと。これはもう迷いようがない。うん。あらゆる不測の事態の可能性を排除すると、こうなりますよと。これ絶対帰れるよな。実際に試してみればいいんだよ、これ自分で。あの歪んだ森に気づいてくれればね、マジ一瞬でパール集まると思うんだけど、別に帰ってこれるからね、ここには。死んでも、たとえ死んでも絶対帰ってこれる。もっと余裕を持ちたかったけど、
まあ、大丈夫でしょう。ヒガンダ森に行ってほしいんだ、俺は。何をしてほしいか分かるよな、この装備で。この装備と、歪んだ森目の前にある。素晴らしい。で帰るときは、こっちね。こっち行けば帰れる。完璧。もう頼む。装備は微妙だけど、まあ、まあ、肉でも入っててって感じ。終了でー。はい。じゃあ、入ってきてください。入っていいですか？どうぞ。失礼します。なんだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらにツイッターのフォローもよろしく。ツイッターには最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。